はい、ピースケです。パワープロアプリやっていきたいと思います。こちらですね、パワープロ座決定戦、結果見ていきたいと思います。いや、全然行ってないんですけどね、もう。あ、グループは1位になれました。やった。なので、まあ、SR の、メガネ登場6枚なので、プラゴは確定。っていうのできましたね。全体がね、全然いかなかったんですよ。本当にもう。あー、切ない。はい、SR メガネ登場1枚余りでございます。はい、ということで、メガネくんゲットです。まだなんだ、あ、これかです。どうしたらいいんだろう。で、メガネくんをあ、ここにいんだ。かわいい。あれ、得意練習率あったっけ。ああ、なるほどなるほど。固有が40でついて、ああ、しかも45で練習効果アップ。これ強いっすね、絶対。はい。安倍比、パワー比、広角、競争心。っていうことで、いや、コツの安定感がすごい。ということでございます。解放どうやってやろう。解放しよう。とりあえず。123これでいいのかな。とりあえずこれでいったら、5回いって、お、いった、ありがとう。ということで余せられたね。まあ、いつか PSR が来た時のためにこいつらは待機。よし、はい、はい、よーし、45早速使いたいな、メガネくん。ということでございました。ちょっと PSR はもらえなかったんですけど、王座決定戦。いやー、難しかった。やっぱね、サクセスでやっぱ1万2000点はいかないと、やっぱ上位は厳しいってことで、結構頑張ってやってたんですけど、1万1000くらいか。1万1000ちょいぐらいまではなんとか出て、それで打つ方つうか、その的当てとかのバントの方も3本勝負1万1000点ちょいずつ出して、まあ足してその、まあ、残りの端数の500点とかずつで、なんとか2万3000は超えれたんですけど、やっぱ1万2000点ですね。で、2万4000ぐらいがボーダーだったのかなっていうふうに思いました。あ、2万4000後半2万4000、そうですね、やっぱ2万4000点が PSR のボーダーだったので、まああと一歩なんかちょっとハマってバンっていけばサクセスがねいけたんっていう感じですが、まあ仕方ない、これが俺の実力でございました。はい、ガチャも引こうか、せっかくだから。あ、でも今ないのかな、いいやつ。いいやつ来てないんだね。やめよう。まあ今日からこれが来てるみたいで、全部30個で回せるのか。あ、全部30個で回せて、しかも巫女3体が必ずもらえるっていう感じのガチャみたいでございます。はい、これはいいかな。野球マンみんな45で持ってるのでいいかなって感じですね。でタイトルホルダー、俺はこんな選手を作ったんですが、はい、謎の伝説の引っ張り屋ね。はい、こんなデッキでじゃあ3人入れて、まあ、PSR 持ってたので PSR のエミリ借りて、まあ、ボーナスは良い感じでできて、でね、俺サイリーの存在を忘れていて独身術つけ忘れたのでそれでもエントリーしちゃってるんで、ちょっとまあそこの自分の技術がどれだけ追いつくかっていうのはあるんですが、まあミートパワーはマックスじゃない102にするの忘れてるということで、まあそういう感じもあるんですけど、頑張ってやっていきたいと思っております。でもやっぱ打席いっぱい回った方がいいんで1番にして、ランクはちょっと落ちちゃうんですけど、こんな感じでやりたいと思っております。あ、でまあさりげなく S7 までいきました。こんな感じで、あとねピッチャーを揃えていきたいので、まず先発の SS をね作っていきたいなと思っております。まあ、こいつ中継ぎにしたら SS1 とかになるんで、まあ SS の先発できたら追い出す感じでやっていこうかなって思ってるんですけど、はい、こんな感じですね。はい、いやいや S7 まで来ました。今年は SS ランク狙えるといいなっていう感じなんですが、はい、早速この東條も入ったことですし、やっていこう。こいつを早速使っていきたいと思います。というわけでチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さんピースの一日を。バイバイ。